はっしーです。えっと今回の動画はですね「えー、先進心」「ご法度の心」「菩薩下座業」このことについてもう一度ねあの原点のことを皆さんにご報告します。これも何度も何度も動画を上げておりますけれども定期的にあの上げるこれをですねあの直感的にいつも降りるので今日も 読まままさせていただきます、えー、いきますす、えー、先進とは、うん、これはすみさんというね、もう亡くなられましたが、この方が戦前、昭和20年ごろだったかな、うんえーとまあ、神様から降ろされたメッセージ、まあ、です、えー。読み上げます。えー 全身、常の心、常の心、えー、強く、正しく、明るく、がを織り、よろしからぬ欲を捨て、皆、仲良く愛はして、えー、清く、感謝の生活をなせ。これさえできれば、もう完全に神の領域です。うん、神の領域、100%です。これは保証いたします。えー、それに対して、えー、起こしてはならない。 ご法度の心。ご法度の心を皆様にお伝えします。憎しみ、妬み、曽み、羨み、呪い、怒り、不平、不満、疑い、迷い、心配心、咎めの心、イライラする心、せかせかする心、卑屈な心を起こしてはならない。これがご法度の心です。 その後、降ろされた、えご、ーえー、金言というかね、大事なお言葉が、しくご信言、しくご信言です。与えられたことを感謝していきよ。与えられたことを感謝していきよ。次。与えられたことを拒む。これ、よろしからぬ、抑止になり。与えられたことを拒む。 これ、よろしからぬ、抑止になり。です。次。与えられないことを感謝して生きよ。次。与えられないことをよくする。これ、よろしからぬ、抑止になり。与えられないことをよくする。これ、よろしからぬ、抑止なり。です。 続いて、えー、菩薩下座行について。菩薩下座行について。えー、菩薩下座業とは、身の周りに起こるご法度の心を起こさせるような、すべてのいわゆる、ね、嫌なこと、嫌な現象に対して、ひたすら感謝するという行のことを言います。 この行を、先進を学び始めた頃に、私、橋本は徹底的にこの行を行いました。そして今もやってます。今も。はい、この行を通して体験した下座をするという感覚は、その後に起こるすべての場面、状況、ね。 すべて乗り越えるに際して大変重要なものとなります。この菩薩下座行を行うに際しては、その心がけがきちんとできてさえいれば、何ら問題はありませんが、しかしこの行は、そんじゃそこらの覚悟では、 到底できるものではないんです。魂の根底まで染み通るくらいこの感覚を学ぶ必要があるんです。えー、この脳みそでね、うん、この思考、頭の方、脳の表面部分で、はい、わかりました。理解しました。というくらいの 軽い気持ちでは全くダメなのであります。えー、まあその後もあのもいろいろとねつあのお言葉が続いていくわけですけど、まあ、ちょっとこの辺でねあの終わろうと思います。えー、そして、えー、もう一つこの行をお 宗教には一切してません。団体も作ってません。教祖もいません。なので、このまま皆様の魂がどう捉えるか、ご自分ですべて決めていってください。やるのも自由、やらないのも自由、すべては自由意志です。ただ僕は実際にこの先進、御霊磨きを ずっとやってきたこの経験から言いますと、えー、この真理は間違っていない、えー、神の領域に一番早く到達する行であることだけはこれは、えー、明確にお話し伝えておきたいなと思いますなおかつ、えー、私はこれを取り組んだおかげで、えー 全くの何だろうバリバリ三次元人間でしたが今は直感力もさえひらめきこういったものが数年前より格段に上がりましたチャネリングとかねリーディングとかそういう能力は僕には一切ございませんがそれでも僕の直感は最近本当に鋭くなっていて えー、すごく僕の中では当たるようになっています。ですから僕はこの直感に従って全て今は行動をとっているということです。えー、ただしこれは繰り返し言いますが、えー、宇宙には不干渉の法則自由意志というものが大前提、ね、でありますので。 このことを僕は皆様に強制的にやれとかそういった気持ちは一切ございませんこれは神の意志に反してしまうからですただ一応情報として皆様にお伝えをしているただそれをどう受け取るかどのようにそれを料理するかそれは皆様にすべて 1にいたしますやるのも自由やらないのも自由ですこれが先進ということの概要になりますどうか繰り返し繰り返しこの動画は聞いていただきたいなというふうに思っておりますそれ以外にプラスアルファで私は神人さんの王しく神事それからほのこさんよひとやむみな これが私のバイブル本です。どうか皆様の魂のどこかにこの言葉が響いていただけたらそれだけで幸せです。大変にありがとうございました。